ぜあのフェイスは私に逆らったのか。そしてあの光、いや、まさかそんなはずはない。やはり生身の時の記憶の残滓が暴走の原因か。黒のフェイスもそれゆえ能力に限界があった。行動の阻害となる残滓は全て取り除かねばならぬか。必要なのは闘争本能のみ。このホムスの女、確かシュルクとかいうモナドの少年と一緒にいた。それにしても強いな、この者の記憶の光は。フェイスナンバー20814をここに。この男か、あの少年。シュルクは生きているならば、この男の手で葬るも一興。楽にしてやろう。なまじ記憶などというものがあるから苦しむのだ。